こんにちは、速稼塾のコバです。特別定額給付金の第2回目の話題ではないんですけども、今回はですね、私たちの声、国民の声が政府を動かし、そして、給付金にたどり着いた一つの例を紹介しようかと思います。画面をちょっと切り替えますね。はい、ちょっと前になりますけども、立憲民主党の方からですね、生活困窮者の支援について菅総理に直接話を聞いてほしいという提言がありまして、菅総理がですね、じゃあ官邸でお会いしますということで15分間その時間を取ったところ、その生活困窮者の当事者の方が何人かいらっしゃってですね、そして菅総理と対談をしました。でその時間は予定を大きく超えて35分にわたったわけなんですけども、その中の一部にですね、大手企業で働いていたんだけども、だけどもね、手当がね、非正規労働者だったためにいただけなかったと。非正規労働者で大手に働いていたんで何の保障も得られなかったんだと、休業支援金をもらえなかったんだよってことを訴えたところ、じゃあそれを1月8日からね、支給しましょうっていう流れに当初はなったんですよ。つい1週間前ですかね、今年の1月8日以降は出しましょうってことになったんですよ。ここまででもね、国民の声が届いたいい例だと思います。立憲民主党の方が調整してくださって、菅総理が前向きに考えてくださって、これほど早い支給に至ったわけですけども、それでも今年の1月8日からってどういうことだっていうふうに、さらに国民の声が あったわけですよね。当然去年の4月、緊急事態宣言が発出されて、そこから非正規労働者であるこの方はですね、ずっと休業支援金がカウントされてないんで、そこから計算しないとダメだろうってことで、さらに声を上げたところ、今日の記事です。休業支援金、昨年4月以降検討ということで、これがね、もうこれ検討ということはもう決まったというふうに思ってもいいんじゃないかなと思います。田村厚生労働大臣も今こうやってね、なんか書類を立てて見せてくださってますよね。政府は10日、新型コロナウイルス対応として小中企業の労働者に支給している休業支援金について、新たな対象とする大企業の非正規雇用労働者に昨年4月まで遡って適用する方向で検討に入ったということで、結構ね、何百万という金額がガサッと入るんで助かるんじゃないですかね。これ声を上げなかったらゼロのままでしたからね。当初は対象外だったわけですから。でずっと声を上げたところ、対象外じゃおかしいだろうってことで、ついに立憲民主党の方が、国会でね、菅総理に言及してくださって、そしてそこから官邸の対談に至ってですね、そこでさらに声を上げて、1月8日からの支給になり、さらに声を上げて概ね1年前に遡って4月からということになりました。本当にですね、諦めずに声を上げた結果、一人一人とまた一人心を動かしていってですね、現実を変えていったっていういい例ではないかなと思うんですよ。で田村氏は与党からの提案を重く受け止めると述べたということなんで、おそらくこれは決まりでしょう。いや、よかったじゃないですかね。はい、ということでね、私が言いたいのは、やっぱりね、声を上げていくってことはしなければ声を聞いてもらえないんですよね。これ当たり前のことですけどもね。そして声を上げ続けて、もうダメだと思って声を上げるのをやめたとき、そこがもうね、実現しないポイントになっちゃうんですよ。でも今回の例みたいに、ダメだろうと思ったんだけども、ずっとやり続けることによって協力者が現れて、そして同じような状況の方が後押ししてくださって、これが実現となったということだと思うんですよ。大手企業で働いていて非正規雇用で休業支援金をもらえない方ってのは、1人や2人とか10人や20人ではないと思うんですよ。それこそ何万っていうね、数でいると思うんですよ。場合によっては何十万とかいるんじゃないですか、何十万人も。じゃあその方全てに概ね1年を遡って休業支援金を国の方から10分の10支給するとなると、かなりの予算ですよ。このかなりの予算を執行するっていうのは、やっぱりこう田村厚生労働大臣だけではなくてね、田村厚生労働大臣のみならず、政権与党の大いなるやっぱ決断があったということだと思います。ということでね、繰り返し申し上げますけども、特別定額給付金もですよ、もうね、諦めて声を上げなくなっちゃえばもうそこで終わりなんですよ。そしてですね、以前ちょっと私も言葉が過ぎたかもしれませんけども、私のように YouTube をやれとまでは言いません。前回はね、こういうふうに YouTube でやらないとダメですよぐらい言ったのかもしれないですけど、それはね、できない人もいると思いますし、それはもうお任せします。本当に絶対に支給につなげたいんだって思う方は、支給されるまで活動すればいいと思うんですよ。で、少なくとも私は今日まで毎日やってない日はないわけなんですよね。だから皆さんもやりましょうじゃないですよ。
だから多分ね、私が辞めたら多分釣られて辞める人が結構多いんじゃないかなと思うんですよ。だからそうではなくって、誰かがやってるからやるじゃなくてですね、やっぱり自分に必要だから、当事者だから訴えかけていくっていう風な当事者意識も必要ですし、その上でいろんな方に協力してもらう、立憲民主党でもいいし、れいわ新選組でもいいし、自民党のお友達でもいいし、そのためにはメールを送ったり電話を送ったりファックスを送ったり、時には事務所に行ったりとか、それから知り合いのつてをなんかね探してですね、まあ公明党さんにつながる創価学会の方だったら近所にいると思うんですよ。なんかどんな小さな縁でもいいから手繰り寄せていって、でまあなんかねプッシュしていくっていうんですかね、そしてこれを機会に人脈をまた作り直せばいいんじゃないかなと思うんですよ。なかなかね頼れる知り合いはいないと思うんですけども、今回これに対して頼ることによって、そこからご縁を始めていくっていう手もあるのかなと思うんですよ。で、何かの時にね、恩返しすればいいと思いますしね。なんかとりあえずね、いろいろ言ってもしょうがないんですけども、声を上げ続けることによって、こうやって一人親世帯の方とか、今回の大企業、大手企業に勤めている非正規労働者の方とかっていうふうに、やっぱりね、部分部分で叶ってきているんですよ。で、最終的には全員がね、補助を受けるようになればいいと思うんですよね。もちろん一律給付でドーンとねやれば、私もそれをね望んでるんですよ。でも今回は訴えた人が順番にもらえてるのかなと思うんですよ。最初は飲食店とか旅行業者さんとかね、それがそこと取引のあるところとかで、緊急事態宣言が出なかった地域も自分たちで頑張って出さないようにしたんだから、ちょっとねその分補填してくれよみたいな感じがあったり、様々ね、それぞれ言い分はあるんですけども、やっぱり不公平っていうのはね、どこまでもついてもあるんですよ。だからその不公平を言っても前に進まないんで、じゃあ不公平をどうやったら公平になるかって言ったら、支給されてない自分の支給をお願いしますっていう方法もあるのかなとかね、思ってるんですけどね。まあでも本当に、ずっと、何百万ですよ。何百万、200万、300万の支給がなかったはずの人があるようになった。これは良かったですね。数万人の人がこれで救われたんじゃないかなと思います。